2011年世界陸上競技選手権大会第13回世界陸上競技選手権大会は大韓民国テグ広域市のテグスタジアムをメイン会場として2011年8月27日から9月4日まで開催された200の国と地域から選手1849名男子986名女子863名 役員1563名、関係者3412名が参加し、47種目、男子24、女子23の競技が実施された。この大会では、男子400メートルリレーの世界記録と3種目の大会記録が誕生した。アジアでの世界陸上の開催は2007年の大阪大会、日本以来に大会ぶり3回目で。2007年3月に、 モンバサで開催された国際陸上競技連盟 IAA フ理事会で夏季の立候補都市の中から韓国テグでの開催が決まった。8月27日午前9時から最初の種目女子マラソンが行われ第13回世界陸上競技選手権大会は始まった。午後5時30分から開会式が行われジャックロゲ IOC 会長が式に出席。 国家聖賞の後に、総会、ネイ大会組織委員長、ラミン・ディアック・ IAAF 会長、リアキヒロ大官民国大統領が、開会宣言を行い大会は開幕した。大会スローガンは、スプリント・トゥギャザー・フォー・トゥモロー、明日に向かって、共に走ろう。大会マスコットは、サルビ・サービー。サルビは、韓国在来種の犬、サプサルケが、由来とされる。 大会開幕前の8月24日に、テグ市内のホテルで第48回、IAF 総会が行われ202カ国365名の代表が出席、会長にラミン・ディアックが再選された。ディアックは2001年に就任し4期目となる。副会長には、ロバート・ハーシ、タラーン・アルハマド、セバスチャン・コー、セルゲイ・ブブカが選出された。いずれも人気は2015年までの4年間。 IAAF は同年3月の東日本大震災により被害を受けた日本に対して25万ドルの義援金を送った。8月29日にテグスタジアムでディアック会長が日本陸上競技連盟の河野洋平会長に小切手をでした。義援金は東日本大震災被災地域の陸上競技復興支援に充てられる。大会期間中の9月3日、室伏広は。 東日本大震災の被災者支援が評価されて、国際フェアプレー委員会から、国際フェプレー賞を受賞した。この賞は、陸上競技では、過去に、キプチョゲ系の、セルゲイブブカ、エミールザトペックラが受賞。多分野では、ネルソン・マンデラ、モナコ大公アルベールセ世、ボビー・チャールトンらが受賞している。9月4日。 最後の種目男子400メートルリレーを終えた後2500名の選手、ボランティアが参加して閉会式が行われ大会期が次回開催地のモスクワに引き継がれて大会は閉幕した。朝鮮日報によると大会の予算総額は3、460億ウォン、経済効果は5兆5876億ウォン、大会はスタジアムに46万人の観客を集めた。 総合成績はアメリカが金12、銀8、銅8のメダルを獲得し、ベルリン大会、金10、銀6、銅6を上回る成績を収めた。金7、銀8、銅3を獲得したケニアがアメリカに続き、前回、4.42を上回る成績を残した。ケニアは、ビビアン・チェルイオットが2種目優勝を飾るなど女子長、距離3種目を席巻し、 男子1500メートルのアスベルキ・キプロップはケニアに同種目優勝をもたらした。3位のジャマイカは金4、銀4、同一の成績を残した。男子400メートルリレーでジャマイカ、ネスタ、カーター、マイケル・フレーター、ヨハン・ブレイク、ウサイン・ボルトが37秒04を記録し、世界記録と大会記録を更新した。従来の大会記録は同国、 スティーブ・マリングス、マイケル・フレーター、ウサイン・ボルト、アサファ・パウエルが、ベルリン大会で記録した37秒31だった。男子400メートル、リレー以外に2種目の大会記録が更新された。女子100メートル H は、サリー・ピアソンが、世界歴代4位となる12秒28を記録し、銀河、ザゴルチェワが、ローマ大会で記録した12秒34を当たらした。 女子やり投げは、マリア・アバクモアが、世界歴代2位となる71メートル99を記録し、オスレーディス・メネンデスが、ヘルシンキ大会で記録した71メートル70を更新した。また、女子砲丸投げは、バレリー・アダムスが21、平方メートル4を記録し、ナタリア・リソフスカヤが、ローマ大会で記録した大会記録に並んだ。男子メートルリレーのアメリカは、 ヘルシンキ大会から4大会連続優勝を達成した。女子4400メートルリレーのアメリカ、女子砲丸投げのバレリー・アダムスは、大阪大会から3連続優勝を飾った。前回大会まで男子1万メートル4大会連続優勝の懸念にさべけるが、途中棄権に終わり、女子200立方メートル大会連続優勝のアリソン・フェリックスは3位となった。 女子総高飛びに大会連続優勝のブランカ、ブラシッチワニーに赤敗、男子400メートルハードルのカーロン・クレーメントも、準決勝で敗退した。アメリカのアリソン・フェリックスは、女子4400メートル、リレート400メートルリレーで優勝を飾るなど世界、選手権、通算8枚目の金メダルを獲得し、カール・ルイス、マイケル・ジョンソンの最多獲得記録に並んだ。なお、 テグ大会の時点での総獲得枚数はマリン・ウォッティの14枚が咲いた。日本の室伏博寺は男子ハンマー投げで世界選手権男子最年長となる36歳325日で優勝を飾った。男子400メートルのキラニ・ジェームスが同種目最年少となる18歳362日で優勝を飾り、グレナダに世界選手権初のメダルをもたらした。 IAAF はこの大会からドーピング対策として大会期間中に出場選手全員の血液検査を行った。従来の尿検査も約500人を対象に抜き打ちで実施した。2000年代以降人成長ホルモンやエリスロポエチン、エポ、ステロイドによる新種のドーピング違反が発覚し、大会後にメダルの剥奪や成績の抹消がなされたケースがあり、対策が施された。 大会前の2011年6月にマンジットカウル、アシウイニアクンジラインドの短距離選手8名が、タンパク同化剤、使用、8月にアメリカ合衆国のマイクロジャースが、興奮剤使用、ジャマイカのスティーブ・マリングスがあり尿剤使用によるドーピング違反が発覚し、それぞれ資格停止処分を受けた。大会後の11月4日には、前日の、 計4 6 8検体の尿検査の結果、ポルトガルのサラモレーラと韓国の林ミナ南の2名が禁止薬物の陽性反応を示し、暫定的に2年間の出場停止処分となったことが発表された。また、ロシアのオルガカニスキナとセルゲイ・バクリンのドーピング違反が発覚され、メダル剥奪とそれぞれ3年2ヶ月と8年間の資格停止処分が言い渡された。両足が 義足のオスカー・ピストリウスと、視覚障害のあるジェイソン・スミスの2選手が出場した。義足選手の世界選手権出場は初めて、視覚障害者の出場は、過去に1999年セビリア大会4 1500メートル10位のマーラ・ランヤンの例がある。ランヤンは2000年シドニーオリンピック1500メートルも10位、アテネオリンピック5000メートルにも出場した。ピストリウスは、 男子400メートルと男子4400メートルリレー予選に出場したが、4400メートルリレーの出場機会は義足と他の選手の工作を避けるためにセパレートコースを走る第1走者に限られていた。ピストリウスが第1走者を務めた予選1組の南アフリカは2分59秒21の南アフリカ記録を樹立して3位で。 決勝進出を果たしたが、決勝ではピストリウスに代わって、ルイス・ J ・バンジルがあった。南アフリカは銀メダルを獲得、予選を走ったピストリウスにもメダルが送られた。ピストリウスに関しては2011年世界陸上競技選手権大会男子400メートル、スミスに関しては2011年世界陸上競技選手権大会男子100メートルを参照。 また公開競技として車椅子陸上競技2種目、男子 400mT53、女子 800mT54 が9月3日に実施された。IAF はフライングについて2010年1月から1回目で失格とする変更を適用しており、変更後初めての世界陸上競技選手権大会となった。従来の制度は1回目にフライングした選手と、 関係なく2回目以降に行った選手を失格としており、恋のフライングによる悪影響と競技時間の遅延が指摘されていた。この大会では、男子100メートル決勝でウサイン・ボルトが失格となり、彼以外に男子100メートル準決勝の同演員、チェンバース、女子400メートル予選のクリスティーン・オール・グーラ、複数のフライング各社を出した。ボルトの失格は、 大きな反響を呼んだが、IAF 会長のラミンディアックは、ロンドンオリンピックもフライングは即失格とするルールで実施することを発表した。3位以内の選手がレース後に失格となった事情を説明する。男子110メートル H 決勝のダイロン・ロブレスは1位でゴールしたが、レーン侵害によりレース後に失格となった。ロブレスの腕がレース終盤で2度にわたり、 隣のレームを走る劉将を直撃、中国代表は、劉将がバランスを崩したと抗議し、受け入れられた。ロブレスに代わりジェイソン・リチャードソンが繰り上がって、金メダルを獲得、以下順位が繰り上がった。男子5000メートルの今にメルガは3位でゴールしたが、レース途中に、コース内側に位に侵害していたために失格となり、デジェン・ゲブレムスケルが繰り上がって、銅メダルを獲得した。 今大会では毎日発行されるデイリープログラムの表紙を飾った選手が次々とメダルを逃していったことからデイリープログラムの呪いとして話題になった大会初日に男子棒高飛び予選のスティーブン・フッカーが3回の試技べてを失敗し記録なしで敗退2日目に男子100メートル決勝でウサイン・ボルトがフライングを犯して失格3日目に 男子110メートルハードル決勝で一着でゴールしたダイロンド・ドブレスがレーン侵害によりレース後に失格。4日目に行われた女子棒高飛び決勝のエレーナ・イシン・バイワは6位にオワールド表紙を飾った世界記録保持者やオリンピック、世界選手権の金メダリストが敗れ去った。5日目に行われた唯一の種目女子20キロメートル競歩はこの日の表紙となった。 オルガカにスキナンが勝ちし、呪いは解かれたと言われた。しかし、6日目の表紙を飾った女子3段飛べ決勝のヤルヘリス・サビヌは、ハムストリングを痛めて4回目以降の試技を棄権して6位となり、7日目の女子200メートル決勝では表紙を2人で飾ったカーメリタ・ジーターとアリソン・フェリックスが、ベロニカ・キャンベル・ブラウンに敗れた。8日目の女子100メートルハードル決勝のサリー・ピアソンは、 自らが表紙を飾る事実と世間の注目を集めることに深刻なプレッシャーを感じていたが大会記録と自らが持つオセアニア記録を吹しさらに2011年世界最高記録で世界歴代4位となる12秒28を記録して圧勝した。ピアソンはレース後にデイリープログラムを受け取って喜びと感情を爆発させた。 最終9日目はこの大会の最終種目男子400メートルリレーに出場するウサイン・ボルトが表紙を飾ったが、ボルトがアンカーを務めるジャマイカは37秒04の世界新記録を樹立して優勝した。メイン会場のテグスタジアムは、テグ広域市樹上区に位置し、2003年夏季ユニバーシアードや、毎年5月に実施される、 テグ国際陸上の会場として使用されている。この大会に向けた改修が行われて2010年12月に工事が完了した。全面改装したトラックはイタリアモンド社製のブルートラックとなった。同社製のトラックは弾力と反発性が大きいウレタンを使用しているため高記録が望めるとされており。 連合ニュースによると、歴代の世界記録のうち230以上が、モンドトラックで、樹立と得られる実績がある。同社製トラックは1976年、モントリオールオリンピック以降8大会の、オリンピックスタジアムに採用されており、ロンドンオリンピックのメイン会場であるロンドンリンピック、スタジアムにも採用される。モンド、モンドは、オフィシャルサプライヤーとして、設備、用具を提供した。 聖子がオフィシャルタイマーとして掲示を担当し、タイム、距離、風速を計測した。マラソンコースは中区東神道にある国際放送運動記念公園前を発着する市内周回コース。スタートして東新市一周 15km のコースを右回りに2周した後、一部距離を短縮した同コースを 12.195km 走ってゴール地点を迎える。 経路設定がなされた。競歩コースは一周二キロメートルの周回コース。国際保証運動記念公園前をスタートして、東進、中区町交差点を折り返して精神すると、ハニル劇場前を折り返して、スタート地点に帰るコースを周回した。TDK、トヨタ、アディナス、サムスン、セイコー、サイノペック、VTB、ポスコが IAAF のオフィシャルパートナーを務める。 大会では個人及び、リレー種目は8位までの選手、入賞者及び、部に対してそれぞれ賞金が贈られる。マラソンは、ワールドカップを同時開催して、国別の団体成績を競っており、個人分に加え6位までの団体に対して賞金が贈られる。賞金総額は733万 6000US ドル。また男子は TDK。 女子はトヨタから各種目の世界新記録を受立した選手に対して10万 US ドルの賞金が送られた。IAF より発表された各種目の賞金額は以下を参照。IAF によるとこの大会は200以上の国と地域で放送され、9日間で延べ80億人に及ぶ視聴者数を想定していた。韓国国内では KBS がホストブロードキャスターを担当。 夜7時から3時間枠で生中継のほか、昼間の予選はダイジェストで放送、また深夜には決勝種目をダイジェストで放送された。総放送時間48時間にわたって放送。KBS はホームストレートで選手を追跡しながら撮影するレールカメラと中空から撮影するエアリアルカメラを導入して競技の模様を配信。 また、世界陸上史上初の 3D 放送の生中継を一部、種目、韓国国内向けに限定して行った。日本国内向けの放送は、全大会に引き続き、TBS が担当。注目競技を、ゴールデンタイムで、女子マラソン、男子 50km 競歩、男子マラソンを朝から生中継した。TBS は1997年に、 IAAF オフィシャルブロードキャスターとなり、IAAF マーケティングパートナーの電通を介して、ワールドアスレチックシリーズの日本、国内向け放映権を取得。TBS は2009年に同契約を10年に延長した。BSTBS は8月30日から9月2日の午前中に行われる競技を生放送したほか、大会期間中の夜11時台にデイリーハイライトを放送した。 TBS チャンネルでは、男子十種競技、男子女子棒高飛び、男子女子走り高飛びの決勝などを放送した。TBS ラジオは、前大会まで行ってきた女子マラソンの中継を、今回は行わなかった。イギリス国内向け放送は、第1回ヘルシンキ大会以来ベルリン大会まで担当した BBC に代わり、チャンネル4が行った。フランスは、 フランステレビジョン、オーストラリアは SBS が、それぞれの国内放送を担当した。IAAF が発表した大会規約によると、参加標準記録の有効期間は一部種目を除き、2010年10月1日から2011年8月15日、中央ヨーロッパ時間までとなる。1万メートル、マラソン、混成競技、競歩、 リレーは2010年1月1日から2011年8月15日、同が有効期間となる。各国、各地域は種目ごとに A 標準突破選手を4名までエントリーができ、最大3名まで出場可能。このエントリー4、出場3の枠に B 標準突破選手を最大1名まで含めることができる。2010から2011年に行われた。 ヨーロッパ選手権やアジア選手権など、大陸選手権の個人目優勝者、マラソンを除くには、参加標準記録を問わず標準記録 A 突破と、同等の参加資格が与えられる。リレーは最大6名までエントリー可能。マラソンは最大7名までエントリー、このうち5名が出場ができる。開催国、韓国は参加資格を問わずに、 各種目最低1名の選手が出場できる。また、前回大会2009年世界選手権優勝者に参加資格が与えられる。ジュニア選手、ユース選手は一部種目に出場できず、2011年12月31日までに16歳に達しない選手には参加資格が与えれない。 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015. 開催国202の国と地域から1945人の選手がエントリーし、最終的に200の国と地域から1849人の選手が出場した。カッコ内は選手数、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。